安定期以降この3以降に毎日呼吸をしていただきたいと思います。良い子に育ちます。はい、東洋配給整骨院院長の石丸です。します。今回は良い子に育つツボについてお話ししたいと思います。これはですね、妊婦さん向けに、動画を配信しておりますので、妊婦さんの方に、聞いていただきたい内容です。それで、そのツボというのはですね、三陰交というですね、めちゃくちゃ有名なツボなんですが、この三陰交にですね、お灸をね、やっていただきたいと思います。それで、安定期以降ですね、安定期以降、三陰交に毎日お灸をしていただきたいと思います。1日1回でもいいですね。1日2回、3回ね。そのあたりをやっていただくと、良い子に育ちます。これはですね、東洋医学というのは、日本国内で1400年以上の歴史がありますので、経験上ですね、産院校にお給すると、良い子に育ちますよというようなことであります。それでこの産院校はですね、その他にもめちゃくちゃメリットがありまして、妊娠中のトラブルや、あとは安産ですね、安産にはめちゃくちゃ効果がありますね。安産にはめちゃくちゃ効果があります。でプラス、良い子に育つ可能性が上がりますので、ぜひですね、妊婦さんは安定期以降産院後にお灸してみてはいかがでしょうか。今回は良い子に育つツボについてお話ししました。以上です。